はいはい、皆さんおはようございます。ねえ、2023年最初の放送ですが、嘘のような本当の話ということでね、パーソナリティドイデトが今年も元気にお届けしたいと思いますが、明けましておめでとうございます。ゲストの皆さんもせーの、明けましておめでとうございます。いきなり振ってしまいました。で、皆さんの自己紹介を前に、なんと今日は新年早々4名もね、私含めてスタジオに揃ってぎゅうぎゅう詰めの状態でお届けしたいと思います。嘘のような本当のはね、時刻は9時30分を回りました。ぜひぜひね、番組の感想なんかも後ほどねメールで送ってください。797@fmginowan.com です。fmginowan.com ね、はい、この番組 YouTube でね、アーカイブで見ることももちろんできます。ホームページからね、見ることができますので、あとは、スマホとかね、ご利用の方はアプリリスラジカマイチューナーレディオダウンロードしてぜひぜひ聞いてみてくださいね。はい、ということで、本日、いつものように今年も早々にね、ドクター水素ボトルの、北条真弘さん、おはようございます。おはようございます。また今年もよろしくお願いします。お願いします。ということで、お二方これすごいな、もうびっくりです。とんでもないことになっちゃいましたねていうか、呼んどいてなんですけどこのね、お呼びしといて、こうすごい格闘家の方がね、先々週もね出ていただき、去年ね出ていただいた、まずはお一人目ね、ライジングファイターの、はい、庄司さんです。どうも、明けましておめでとうございます。おめでとうございます、庄司さん。今日もありがとうございます。ありがとうございます。呼んでいただいてありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。で、はい、もう一人は、もうね、今や皆さんもご存知、沖縄でのスーパーボクサーファイターのね、シーサー皆川さんです。おはようございます。おはようございます。シーサー皆川です。よろしくお願いします。ありがとうございます。で、皆川さんといえばね、ご存知、FM コザでもね、番組毎週日曜日この後ですね14時生放送でね、いつもいつも楽しんでいただいてるね、シーサー皆川のボクシング王国、ということでございますが、ボクシング王国ね、沖縄だね。はい、皆川さんといえばね、なんと今月22日日曜日、もう超本格的な試合が富城市民会館でね開かれる直前ということでね、皆さんの、僕ね、庄司さんも実はこの間初めてねお会いしたんですけど、まあ皆川さんもね、私の他のラジオも出ていただいて、ちょっとずつ分かりつつあるとは言いながらね、一度はでもね引退されたんですよね、はい、そうですね、ね、はい、7年前に一度グローブは吊るしてるんですけども、はい、沖縄に2年前に移住してきてまた復帰させていただいて、うん、はい、で今回の1月22日富城市民体感で5戦目となります。すごいですね、はい、本当にねプロの格闘家の方でいらっしゃるというその事実もそうなんですけど、なんで苦しい思いして、なんかしばらくちょっと久しぶりになってものすごい痩せてるじゃないですか、はい、痩せてるというか痩せなきゃいけない理由があるんですね。はい、はい、それはなぜでしょう。もともと96キロまであったんですけど、うん、こう沖縄に移住してきて、じゃあもう一回平中会長に出会いまして、もう一度ちょっと沖縄のボクシング王国の復活のために頑張ってくれないかって言われまして、分かりましたってことで66キロまで減量してですね、まさかね、自分が沖縄に移住してきてプロボクサーになるなんて、もう夢のような、まさにこれこそ嘘のような本当の話ですね。じゃあ私のようなこんな体型だったのがそこまでいっちゃってるわけですね。そうです、はい、血を吐くような努力をされたでしょうね。はい、半年で20キロぐらい落としました、ね、大変でしたね、はい、はい、びっくりびっくりですね、もう嘘、本当に本当に私もね、手前味噌なんですけど、全然格闘と関係ないんですけど、痛風でね、ひどい病気とで、全然ほら沖縄じゃなかったわけじゃないですか、皆川さんもね、はい、
あの歩かないわけですよね、こっち来るとね、はい、あのこうボクサーの方に失礼なんですけど、はい、走るどころか歩かないし、はい、体重減量するので感覚はもう皆無なわけです、うん、太りまくりましてね、大好きな沖縄そばカツカレー、はい、太りまくった挙句の果てでひどい生活だったんですが、13キロ1年半で落としたんですよ。それでもね、もう一般の方からすると快挙、本当に、はい、ねえ、あのライジングファイターの庄司さんもだいぶなんか以前落とされたって聞きましたけど、あ、まあ、短期間で、うん、まあ、5日前に試合がやることになって、うん、ね、そこからもうとにかく絶食で、まあ、落とし、まあ、あれはちょっと危険な行為ですね何のダイエットとかそういうジャンルじゃないですね何キロでした？拷問に近いですよね。1週間で、まあ、4日5日で、まあ、7キロ、まあ、水抜きも入れるんですけど、うん、もう息できなくなりますよ。1週間で7キロぐらいはもう息が自分の体じゃなくなっちゃいますよね。動機がすごくなっちゃいますよね。ああ、もう危ないですよ。全くおすすめしませんねえ。宮川さんが今ね、ちょっとあの放送、あの皆さんちょっとね素顔が見えないんであれですけど、ものすごいあの顔を歪めてました。1週間たらず 4,5 日でそれだけ音、あのごめんなさい、私勉強不足なんで、ライジンも体重制限が、あ、もちろんもちろん格闘技なんで、はい、契約体重っていうのがあるので、ね、うん、あの 4,5 日前ね、はい、電話かかってきて、急に沖縄で試合が7月にでお出になったんですって。出るとも思わないから、庄司さんハンバーガーとビールでのんびりしてるところに連絡あったんですって。でもでも普段練習してて絞ってる体からさらに7キロですからね。そうですよね、それはえぐいです。もう、はい、正月太りで一般人の7キロとはまた違いますからね。そうですよね。いやー、それはもうやばいです。あの、ぶっちゃけ話を短くしていただくとですよ、もちろん食べないじゃないですか、はい、どうすればそんな落ちるんですか。なんでただ走るだけじゃね、まあ、水分取って、まあ、汗を出すっていう、まあ、体に熱を貯めると汗って出るじゃないですか、それを排出させるために。だから体の熱をやっぱり上げ続けること、それが走ランニングだったりサウナだったり、まあ、あの、まあ、いろいろ、まあ、全てのできることを駆使して、あの、もうとにかく落とし、まあ、脂肪を落とし続ける。でも体を温めることですね。ああ、そうなんですか、宮川さん。いや、僕はもう超計算しますね。もう7200キロカロリーを消費すれば1キロ脂肪が落ちるんで、うん、もうこれ食べるものが全部栄養素とカロリーに見えてくるんですよ。だから何を食べたいっていうよりも栄養素を取りたいみたいな、そういう感覚になってカロリー計算を常にこうしてる感じですね。はい、恐ろしいや。今10キロ走ったから720キロカロリー消費したかみたいな、もうじゃあ今日これぐらい食べれるみたいな、もうずっと計算し続けてます。3枚ぐらい走らないとカツカレー食っちゃいけないってことになるわけですね本当にそうですその10キロの3倍です、はい、本当にそうです食べてますよね何もしないで我々。いやね、格闘家の皆さんがどんなお食事されてるかなかなかねつかみどころないなぐらいなのが一般人の考え方で、ね、私たちが例えば1キロ2キロ痩せちゃったなんてもうなんかねアホみたいな話に思えてきますよね、本当 ね、うわ大変だね、すごいすごい。そういう意味ではあのあれですよね、庄司さんも一遍ね引退されて、はい、さっきグローブを吊るすっていうんですね、表現としては。グローブを吊るされてまた復活をされてね、で朝倉海と戦うところまで、ライジンのメインを張るところまで戻ってきたわけじゃないですか、はい、ね、ものすごい、ね、ご努力と、ね、ご苦労あったと思うんです。年齢が上がれば上がるほど大変ですよね、元に戻らないですもんね、はい、体がね、うん、怪我が多くなりますからね、はい、そうですね、はい、なんかやっぱりその怪我はねもちろんしないにこうしたことがないんですけど、日常のトレーニングでその体重の調整もそうなんですけど、その筋力とか何か例えば庄司さんは意識されてることってあります？あのハンバーガーとかビール抜きにして、はいはい、どういう例えば日常は体作りというか格闘家の体を維持するのに気をつけてることっていうと、やっぱ走ることですかね。まあ、まあいかに日常とか毎日の生活の中に格闘技のこの練習をまあ取り込んで、まあ、練習というかもう日常ですね。
うんまあ、世界のトップファイターとかトップボクサー の試合を見たり、まあ、今だとインスタグラムとかでもやっぱトップ中のトップのやっぱトレーニングとかを見れるんで、まあ、そういうのをこうもう趣味というか普通に当たり前のようにいつもやっていろんなコンビネーションを、ま、真似したりとか、うんまあ、そんな感じですね。だからあんまりその週何回練習してますかっていうのがあんまりそういう感覚がなくて、ああもう日常にね、はい、全て。あ K1 のマサトも言ってたんですけど、まあ、練習自体は 2,3 時間で終わりだと。でも、うん、大事なのは生活をどういう過ごし方をしているのかが一番大事って。なるほどね、はい、なるほどね。えなかなか皆さんね、はい、嬉しいお話、聞いていただいてますけども、ちょっと一旦 CM 行きましょうね。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 はい、嘘のような本当のは、ね、新年1回目、ね、皆さん明けましておめでとうございます。はい、私ねパーソナリティの土井秀人が元気に嘘のような本当のは、毎週日曜日朝9時30分からねお届けしてまいりますが、ね、今日もすごい、ライジングファイターの庄司さんとね、沖縄のヒーローでシーサー皆川さんボクサーのね、お届けしていますが、いやいや本当ね体作りもちろんね今年もみんなチャーガン10ね元気でいてほしいなと思うんですけれども、はい、やっぱりね、皆川さんも、ね、僕なんかのお話を真に受けてくださって、ね、まあ、水素にもねちょっとね興味を持っていただいたりしてるんですけども、庄司さんももう何年か前からですよね。もう6年ぐらいからのもうヘビーユーザーですね。ありがとうございます。でそのドクター水素ボトルというのは、まあ、簡単に言いますと、ね、今年改めてですけど、その水素水いいとかねよく私も聞かれるんですが、最近、まあ、水素水は出来上がるんですけれども、結局そのボトルに軟水というのを入れてコポコポとねこう出てくる、ポコポコってこれガスなんて皆さん、その辺のガスと違いますからね、全然臭くないし痛くもかゆくもないんですよ、はい、鼻にねちょっと入れていただくんです、チューブに通してね。でそこで、まあ、例えばネットフリックス見てようが本読んでようが全然構わないね、うん、というのは例えば、まあ、なんだろう、体を動かさなければ、まあ、トレーニングの最中でも何かできるのかな、うん、いろいろあると思うんです、はい、そういうのがね水素ボトルなんてね呼んでいるんですけれども、やっぱこれは格闘技にもね、先々週ほら視力こう例えば相手をね、はい、避けるのに、うん、やっぱ視力がこう良くなるとかおっしゃってたじゃないですか、はい、うん、やっぱりこうやっぱいいんだなって思うような時っていうのはどんな時ですか、ちなみに。まあ、基本的にはやっぱり疲労回復というか、はい、やっぱ疲れの抜けがやっぱり早くなるので、そこで自分はもう基本的にやっぱり年齢とともに体っていうのはやっぱり衰えていくんで、やっぱ30代20代の格闘家がそのまま30代でも同じ内容のトレーニングやっちゃうと大体怪我しちゃうんですよ。大体怪我で終わりが多いですね。だからやっぱりそのケアっていう部分をまあしっかり意識するのに、まあ自分はやっぱ長く続けたかったんで、うん、はい、高いパフォーマンス、今39です。あ、すげえ、はい、お若いっすね、本当に。で第一線でね、はい、バチバチやられてるからすごいすごいっすよね。なんかなんていうんですかね、第一線というか頂点のところで戦ってるわけ、ね、なのにって言ったんですけど、すごいっすね、あれですね、普段はなんか全然その穏やかで、僕格闘家の方だってね、皆川さんはあれですけど優しい顔でとかでだけこう慣れてるんであれですけど、なんか怖いイメージの人が多い。いやいや、庄司さん、庄司さん試合の時なんかめちゃくちゃ怖いですよ。もう蹴られてる相手がかわいそうなぐらい。まあ、ものすごく試合とは別人ね。別人というか、はい、ね、やっぱりね、だから本当に、はい、別皆川さんもあれですか、僕今度ね1月22日ぜひ応援行きたいと思ってるんですけど、ありがとうございます。YouTube で皆川さんの僕見てないんですけど、はい、やっぱり怖いですか、試合中は。試合中怖いですよ、なんか、はい、ぶっすみたいなことをぶっ倒すって ね言ってましたから、
そうですね。そうじゃないとね。好きで行くしかないんで。こんなにニコニコしてたらね。勝てるかなーってやってたらね。はい、いやいややっぱり人は変わるんですね。そうです。いやなんか異様に興奮してきたんですよ。水素ボトル吸わないといけない。お正月早々ですけどなんか年末のね、はい、格闘番組みたいになってますけどね。あそうですよね。本当にね。まあだからなんて言うんでしょう、その水素のまあ効用というか疲労、やっぱ血液のね本当さん流れが非常に良くなることによって、そうですね、皆さんおっしゃるのはやっぱりその疲労回復が一番使われている方が多いですよね。あとはまあその前もお話ししましたけど、鼻のところに高い濃度の水素が触れた時だけ血流が体中良くなるので、それがね体に起こると、まあ、さっきちょっと名前がでかかった大横綱なんかもやっぱり引退されるっておっしゃって、私聞いたところから吸っていただいたんですけど、1週間後にはその初日か2日目で負けたら引退発表するっておっしゃってたんですけど、負けずに8日目中日まで全然負けなかったんですよ。で全勝ターンおめでとうございますっていう電話を入れたら、おかげさまで筋肉が全盛期の状態まで戻ってますって言われて、本当ですかって逆にね僕もびっくりさせられたんですけど、結局全勝優勝しちゃったんですよ。そこから3年間引退が伸びたんですね。だからね、そのやっぱ筋肉 の, そのやっぱ血流も良くなるってことで、そういうふうに本人が実感されたんだと思うんですけど、だからまあそのいわゆる全盛期で勢いでいけるっていうところに、今度だんだんこうテクニックが入ってくる人たちが、筋肉が落ちてくるんだけれども、例えば水素を吸っていただくことで筋肉の部分が今度カバーされたら、テクニックプラス筋肉ですから、これ最強に決まってますよね。なるほどね。実は僕も引退してて、そこから34で復活して、まあ、今39なんですけど、その復活をするときにドクター水素ボトルに出会って、試してみたら、明らかにパンチが見えるんですよね。視力、多分視力めちゃくちゃ効きますよね。やっぱり、はい、老化していくとなんか老眼だったり、視力がプロ野球選手とかもそうなんですけど、やっぱ目からやっぱり衰えてくるんですよね。特に現代の生活ってスマホだったりパソコンとかで、目が悪い人がめちゃくちゃ多いです。もう年取ってたらもう大体もう老眼みたいな方ってもうすごく多くって、やっぱり脳と外界をつなぐものですからね、一番大事、重要ですよね、はい、目を大切にしないと、ね、もう本当ね、先々週、ね、去年その庄司さんのお話を伺って、あなるほどと、なんかね、血流が良くなって強くなっちゃうんだみたいな、なんかね、すいませんね、素人みたいな話の素人なんですけど、思ってたんですけど、そう、動体なんです、なんていうかね、視力、視力ね、ね、あとじゃああれだ、じゃあ野球選手だってこうスマホ見ない人もいないから、今日、競技ね、これがね、バッティングとかでも効果がやっぱりあるんでしょうね。この前もちらっとお話したんですけど、ソフトボールの選手が、その体が反応できないスピードの球に反応ができるようになりましたって言われたんですよ。 あるんですね、あの何キロ、もう、ね、その物理的にその人の反応できる、タイミングって決まってるので、それがね、変わっちゃったっていう言われたのが、あそういうもんなんですねって僕も言ったんですよ。なるほど。じゃあね、ちょっとここでもう一度ね、CM 入りましょうね。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 はい、皆さん、嘘のような本当のはね、最後まで、もうちょっとね、あるかなって感じです。はい、パーソナリティドイヒデットが今日もね、ライジンファイターの庄司さんとね、ドクター、水素ボトルの補助さんをお迎えしてますが、ね、シーサー皆川さん、もう1月、今月ね、22日、富城市民会館で、もう大きな試合、みんな、ぜひ来てくださいってね、死んでも勝ちますからっていう試合に、みんな行きましょうね。僕も行きます。はい。というわけで皆さん、はい、この試合直前、はい、すいません。いえいえ。もう無理やり来ていただいて。いえいえ、ありがとうございます。この笑顔がどんだけ怖くなるか、はい、楽しみなんですけど。はい。はい
宮川さんがやっぱりね、水素にもね興味をお持ちだということなんですが、はい、やっぱり気をつけてることね、普段の生活っていうと、はい、いつもおっしゃってた走り込みもそうなんですが、はい、食べ物もね、まぜ麺食べましたよね、それ一緒ね。そうですね、あんなのもう論外になるんですね。はい、もうあの試合決まったらもう食べれないですね。はい、まぜ麺食べちゃった、はい、なるほど、はい、そうですよ、試合決まって、はい、どうしてやりますか。いや、あのボクシングって、はい、こう呼吸を奪うスポーツなんですよ。このフェイントで人間って息を吐く瞬間にパンチで出すんですよね。吸いながらパンチで出せないんですよ。だからフェイントとかをかけて相手の呼吸を奪うスポーツなんですよ、ボクシングっていうのは。なんでその呼吸っていうものをすごく大事にするっていうので、あの僕はヨガをやったりとかいろいろそういう呼吸法をやってるんですけど、まあ、水素っていうのがその呼吸にすごくいい影響をもたらすっていうのは僕も知っていたので、あのぜひあの体験してみたいなと思います。 ありがとうございます、はい、分かっているのはオリンピックの選手なんかでも一応試してもらったりしたのは、うん、VO2 MAX っていう体の中に溜めとける酸素の量が、うん、うちの水素吸うとあの高地トレーニングをやった2倍から4倍の効果が出ること分かってるんですよ、はい、なのでね、そういう意味では溜めておければ逆に呼吸ができなくても打てるっていうことにもつながるかもしれませんね。ぜひちょっと体験してみたいなと思います、はい、ねえ、はい、まあ、体験っていうか勉強会というか説明会ね、はい、うん、これもね本当にあの、まあ、試合に、ね、集中していただいて、もしねそこの後ちょっとゆっくりできるなってね、また真面目に一緒に食べれるようになった頃にね、はいはい、ゆったりしてほしいな。試合後にぜひ祝勝会お願いします。もちろんですよね、はいはい、そんなわけでね、あの本当に楽しみなあのねラジマイタのね庄司さんの活躍も生で見てみたいですしね、あのシサー皆川さんの、は沖縄なんで、僕もね沖縄ですから全然行けます。富城にね1月22日です。これ昼間ですか。夜、そうですね、昼ですね、日曜日の、ね、はい、うん、日曜日の昼間です。皆さん、楽しみだな、うん、本当にね、あの楽しみなことばっかり。僕もね本当に水素吸って楽しみなことが増えてね、あの体の調子が良くなったりっていう、まあ人間の本当本能というか基本的なところだと思うんですけど、うん、実際にすっごい思いで、今戦いに挑もうとしている、シーサーで皆川さん、ボクシングのね番組もね FM の、小座でやってますからね、毎週日曜日ね生放送で14時から。試合直前なんかでも生放送してられませんよね。そうですね、収録させていただきますよね。あ、やっぱり内輪、はい、の話ですいませんみたいな、ね、はい、感じではあるんですけども、はい、皆さんね今日もね嘘のような本当のままお時間ねいかがでしたでしょう。もう皆さんの中にもあると思います。ぜひお便りねメールこちらにくださいね。というわけで今日もねドクター水素ボトルの北条さんと、ね、シーサー皆川さんをお迎えしてライジンファイターの庄司さんを、うん、また、強引に一発を来週出てもらおうという感じでいますね。はい、そんなわけで皆さんありがとうございました。ありがとうございます皆さん。ありがとうございました。ありがとうございました。